こんにちはサードラです今回はこちらですね新しく琉球祭で追加されました氷ベルガーと氷バネッサこちら2体の性能評価とこのガチャを引くべきかどうかっていうのに関してもお話をさせていただきたいなと。 思いますはいでまず初めにコリベルガーからなんですけどもステータスに関しては毎回同様テロップでランキングも入れておきます現状実装されている138体のライダー中のランキングになりまして HP が17位攻撃1位防御16位賢さ24位の速さが35位というふうに。 なっててましてステータスの特徴を見るにまず攻撃力が圧倒的ですね全体の1位になるので、まあ、攻撃かなり高いですよっていうのと合わせて HP17 の防具16位なので耐久もかなり高めですねであと1個速さが35位っていうのはバッファーと合わせやすいっていうのはあるんですけどもベルガーちょっと先に特性に行きますで特性に関しては一番最後に動く場合ですね攻,勢攻撃プラス4で18増加っていうのが ありますのでこれが速さがちょっと早すぎるんじゃないかなと思うんですけどまあ一応こういった感じで35位で速さは来てますっていう感じになってますで氷属性の攻撃タイプになりまして技で注目してるのがまずこちらですねヘイル・デスペラードこれが SP80 の710威力で自身の速さランクを1段階下げる代わりに自身の攻撃ランクを1段階上げるっていうふうになってますなので、まあ、このキャラに関してはこれ両方メリットになりましてこの速さのデバフがかかることによって、まあ、こちらの 攻,勢攻撃プラス4です、ね、まあ発動しやすくなって18%のバフがさらに乗るっていうのとかつ自分で攻撃バフをやってくれるんでまず第一に思いつくのが、まあ、サブアタッカーですねとして使う場合、まあ、2体メインアタッカーとサブアタッカーで揃える場合のサブアタッカーにベルが入れてあげると勝手に自バフしてくれるんでこれしかもループが 可能なんですよねなので、まあ、勝手に2段階バフでずっと殴ってくれるみたいな感じになるんで、まあ、オート周回で使う場合だったりとか、まあ、サバアタッカーで使う場合は間違いなくこのベルガーを差し込んでいくことになるんじゃないかなと思います。ともう一つがヘイルノワールですね、これが SP75 の710力になりまして、まあ、両方とも SP 効率は8を超えてます。で 自身の攻撃ランクを1段階上げるプラス自身の全状態以上を防ぐっていうのがあるのでこっちは SP が5軽くなって710力同じ力を飛ばすことができるんで、まあ、バフを焚く必要がない場合に関してはヘイルノワール使っていくのもありだとは思うんですけども基本的には SP プラス5をしてこのまあ速さでバフと攻撃バフを勝手にやってくれるっていう方を使うんじゃないかなと。 思います。と、もう一つがこちらですね。SP35 の70%氷雪やられっていうのがあるので、まあ、表やられ不要要因としてもかなり優秀なんじゃないかなと思います。で、続きまして特性なんですけども、まあ、みんな大好き SP 増量がついてるっていうのと、あとはこちらですね。攻めの方キープラス3で、自身の HP が50%以下の時に攻撃が9%増加っていうのと合わせて、まあ、ウェーブ開始時に地場叩きますよっていうのがあるので、一応この開幕のバフがあるおかげで、 ヘル・デスペラード1発打つだけで2段階バフが出来上がるのでこれもかなり優秀なのかなと思います。 と合わせて構成、えー、攻,攻撃ですねこれがまあ、自身が最後に動く場合に18%増加っていうのがつくので今回も、えー、分かりやすいように一応火力計算を出してきておりますで比較対象にゾウオの序盤にですね持ってきてるんですけどもこちらがゾウオの序盤にの火力になります543ですねまあ、左側の3桁だけ覚えていただけるといいかなと思うんですけども543これがゾウオの序盤にの場合は常時5%攻撃力が上がるのでその5%プラスであと技威力ですねを入れた 特特はタッグ特性を抜いてる分での火力になりますこれが543ですねで続きましてベルガーの、まあ、最後に行動するプラス HP が50倍以下というこの2つの条件を満たした場合の火力をまず出すんですけども全ての特性が発動したベルガーの火力が763になるので、まあ、約1.5倍近く。 ゾの序盤により火力を出すことができますので、まず間違いなく2つの条件ですね。こちらのえ攻撃9%、50%以下の時と最後に動くっていうのを両方満たした場合は、間違いなく氷ベルガー択にメインアタッカーはなってくるんじゃないかなと思います。で、次に火力計算出してきたのが、この2つって発動しない状態も絶対あるんですよね。50%以下にならないとか、最後に行けないとかってなった場合の火力なんですけども、何の特性も発動してないベルガーの火力が544になります。なので、 これも比較していくんですけどもゾウの序盤にが一応543なんですよね。なんで、まあ、比較するんであれば一応ゾウの序盤にを使うパターンとしては例えばゾウの序盤行ってここに含まれてない計算で 属性耐性を下げることができるんですよ。なので、属性耐性を下げた2発目であったりとか、あとは、例えば、あの、ゾウのジョバンニの技自体も、1発目より2発目の方が威力が上がるっていう、どんどん打つごとに威力が上がるっていう仕様になってるので、それの2発目以降打つ場合は、ゾウのジョバンニを使った方が火力が出ます。ただ、こちらのベルガーですね、の、 え、ま、この HP50 倍かもしくは自分が最後に動く、このどっちかでも発動する場合ですね、に関しては、このベルガーの方が圧倒的に火力が出ますので、基本的には、ま、両方持ってる方に関しては氷ベルガーの方が使う頻度は今後高いんじゃないかなとは思います。あとは、ゾウのジョバンニがいい点としては、例えばメインアタッカーはベルガーにしといて、 属性デバフ要員としてサブアタッカーとして仕用するっていうパターンは全然あるので、まあそういった面で両方持ってる方は2体強もあり得ますし、まあどっちも持っててどっちか一枠だけメインアタッカーに差し込むってなった場合は、高ーベルガーを使う頻度の方がまあ比較的多いんじゃないかなっていう感じですね。はい。ただもちろん両方ともの条件どっちかを満たさないとゾウのジョバンニーと火力そんなに変わらないので、どっちも満たせないクエストもあんまりないと思うんですけど、そういった場合のみゾウのジョバンニーが輝くかなっていう感じですね。 闘技大会においてなんですけども。闘技大会は 大技って2発同じ的に打ち込まないんですよなので、まあ、基本的にゾウの序盤に行って使いづらいんですよねなんでそういった面では単発火力が出せるベルガーですね例えばこれ両方闘技大会って多分発動しづらいスキルなんですけど両方発動しなかったとしても1発目の火力はゾウの序盤により高いので、まあ、基本的にはベルガーで殴っていくっていう風にはなるんじゃないかなと思いますただこの後ご紹介する氷バネッサの方が闘技大会には向いてるんでまあ、そっちをメインでは使うんじゃないかなっていう感じですねはい なので最終評価に関してはまあ間違いなく強いかなと思います特にこの自バフを勝手に耐えてくれるんでさっきの火力計算って自バフ入れてないんですよなんで結局火力はナンバーワンで出せることができるんで、まあ、例えばオート周回やるんであれば勝手にバフ耐えてくれるのってめちゃめちゃありがたいんで、まあ、普通にオート周回でまず今後氷アタッカー枠としては間違いなく差し込めるっていうのと合わせて条件満たせばメインアタッカーもかなり晴れるっていうのとあとはこちらですね い,いものでで打てるんで、まあ、この辺りで今後も使うことはあるんじゃないかなっていうふうには思います。はい ただこのキャラを狙うかっていうお話に関してなんですけどもまずゾーンの序盤に持ってる方に関してはそんなに性能上がってないので正直無理に引きに行く必要はないんじゃないかなっていう感じですね、はい、で次に氷バネッサなんですけどもステータスが HP が全体の1位攻撃6位防御2位賢さ86位の速さが51位という風になっていまして、まあ、ステータスの特徴を見るにめちゃめちゃ優秀ですね HP と防御がまず1位と2位なので耐久かなり高いのと攻撃が全体の6位でかなり高いです。狩り抜いても800を超えております。で、賢さは低いんですけど速さが51位っていうのはバッファーと合わせやすいのでこのキャラに関しては自爆がないので、まあ、かなり優秀かなっていうふうに思いましてで続いて技で注目してる分なんですけどまずはこれですねギガントアビランチ SP45 の700威力も SP 効率ぶっ壊れですね。もうやばいんですけど1バトル中しかも3回使うことができて 45SP の700威力を飛ばすことが3回 できてあとはグレイシシスマッシュですねこれがもう闘技大会マシンなんですけど SP80 の700威力でクリティカルが出やすいっていうものがありますのでまあこれは間違いなく闘技大会で今後使われていくんじゃないかなとは思いますで続きまして特性なんですけども推奨戦力 SP 増量あるんでこれのおかげでこちらの グレイシアスマッシュも回しやすくなるっていうのと合わせて、守りの方ですね、防御が8%増加、もともと高い耐久にさらに乗せることができるっていうのと、まあ主戦本能プラス3ですね、ダメージ技を使用された時25%の確率で防御ランクさらに上がるんで、もう耐久に関してはこいつ最強ですね。なので、まあ万が一、トモンと合わせて耐久が欲しいなってなった場合も、バネスタ使われていくんじゃないかなと思います。あとは近距離攻撃強化プラス4で、まあ無条件で近距離技のダメージ16%伸びますっていう風になっていますので、 こちらもこの特性を使ってこの近距離技ですね両方火力を伸ばすことができるようになっておりますでこちらも火力計算をしてきたんですけどまず比較対象はゾウの序盤にですねで543になりますで氷バネッサなんですけども氷バネッサが590になるんですよねなんでやっぱり火力は無条件こっちのバネッサは ゾウのジョバンニと一緒で条件がないんですよね。どの状態においても近距離技さえ使えば条件発動になるんで、まあそれで590力飛ばせるんで、まあかなり優秀かなっていうのと合わせて、そこからさらにこのクリティカルが出やすいっていうので、クリティカルが出ると1.5倍さらに上乗せになるんで、まあ単純にこれに1.5倍かけたらやばいですよねっていう感じになるんで、まあこれ1.5倍かけたら、もちろんなんですけど、このマックスベルガー並みの火力が出ますので、まあかなり優秀かなと思います。まあ闘技 大会においては今後このバネッサ使われていくんじゃないかなっていう感じですねはいなのでまあこのキャラの最終評価に関してもまあ、氷アタッカーとしてめちゃめちゃ優秀特にまあ就職先であれば今後闘技大会で輝いてくるんじゃないかなとは 思いますただあまりないと思うんですけど今後闘技大会の仕様が変わって敵の火力がもっと痛くなったってなった場合はこのベルガーの特性って発動できるんですよねなのでこのベルガーの特性が発動する闘技大会とかが出てきた場合はベルガー使うんですけどあんまり考えづらいので、まあ、そういったのがない場合は今後は基本的にバネッサ 疲れてていいいくんじゃないかなかっののが、まあ、闘技大会でで評価ですね、はい、最後にこのガチャを引くべきかどうかっていうお話なんですけどもこの後竜天祭宝間という裏眼金の後に臨界ブラキが出てくるんですよねで、まあ、噂っていうか本気通りでいくんであればブラキって氷弱点みたいなのでおそ、まあ、らくそこでまた氷属性ライダー何かしら来るんですよねプラスでおそらく特攻を持ったメインアタッカーがもう1体復刻でついてくるんで多分新キャラプラスそこで使えるもう1体の復刻枠まあおそらく僕の予想ではゾウの 序盤に来るるんんじゃなないかなと思ってるんですけどもそこで復刻が来る可能性も大いにあるんで、まあ、正直今はそんなに引きに行くべきじゃないんじゃないかなと思いますただどうしてもライゼクス勝てないよっていう方で決戦を倒したい方 とかは、まあ、正直決戦って勝たなくてもいいコンテンツにはなるんですけども、まあ、そういった方であったりとか長級のオート集会がどうしてもきついよって方はこのどっちか1体いるだけでめちゃめちゃ楽になるかなと思うのでそういった方は引きに行ってもいいんじゃないかなっていう感じですね今回の2体ともなんですけども基本的な火力はゾウの序盤にを超えてるんですよなので、まあ、引けた方に関しては今後効率属性のメインアタッカーは張っていけるんじゃないかなと 思いますなんでいろいろお話ししたので最終的なお話なんですけども今回、まあ、比較対象として出している、まあ、氷アデュラはちょっと特殊なんで抜くんですけども氷アデュラを抜いたゾウのジョバンニと今回の2体比較した場合の使い分けなんですけどもまず何も考えずにコンスタントに火力を出せるのはゾウのジョバンニになります なので、まあ、基本的に何も条件考えないならゾウの序盤に突っ込んでおけばいいよねもしくは2体アタッカーを使う場合はゾウの序盤にの、ね、氷属性耐性ダウンを使うことによってもう1体の火力貢献になるんでサブアタッカーとしてもゾウの序盤に使っていくこともできるんじゃないかなと思います。 ただ、まず、闘技大会においては、氷アデラを今後は使っていくかなっていうのが、まあ、同じやつに 2, 2回3回技を打てないんで、まあ、ゾウのジョバンニの特徴がそがれるんですよね。なんでそういった場合は、氷バネッサを今後、闘技大会を使うことが多いんじゃないかなっていうのと合わせて、クリティカルが出やすいっていうのがめちゃめちゃ優秀で、このクリティカルが出やすいと何がいいかっていうと、こちらですね、このみんな大好きイビルジョーなんですけども、回心時のダメージ15%増加するんですよ。なんで、例えばイビルジョーと合わせてあげると、このイビル城の回身時15% 5増加もこのクリティカルが出やすいで発動した後に乗っかってくれるんで、まあ、めちゃめちゃ強くなりますよっていうのがあるんで、まあ、基本的には闘技大会はやっぱ今後バネッサになるんじゃないかなと思いますであとはこちらですね、まあ、このベルガーなんですけどもベルガーに関しては、まあ、このどっちかの条件を満たした場合ですねはメインアタッカーになりますので、まあ、そのどっちかを満たした瞬間ベルガー突っ込もうっていう風になるかなと思いますあとはこちらもサブアタッカーで勝手に自分で2段階バフで動いてくれるんでオート周回とかは今後使われていくんじゃないかなっていう感じ ですねはいなので、まあ、今回3体並べてるんですけどもこの中で僕個人としては一番欲しいのは氷バネッサになりますまあ引けてないんですけどっていう感じですねはいご視聴ありがとうございましたこれからもモンスターアタライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので一緒にモンスターアタライダーズ楽しみましょう盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いしますバイバイ